日本放送協会 NHK ワールドジャパン、n h k ワールドジャパン,ャパンとは日本放送協会の行う国際放送、協会国際衛星放送及び外国向け番組配信の総称である。NHK は放送法第20条第1項により、すなわち本来業務の一つとして国際放送及び協会国際衛星放送を実施しており、財源は受信料のみでなく、 日本国政府からの交付金にもよる。ラジオ放送は日本語の他に約20個と語で放送。テレビジョン放送は日本語放送と英語放送を中心に展開している。2006年には放送法第33条の総務大臣が NHK に対して放送区域、放送事項、その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命ずることができる。 という報文が問題になった。11月10日に総務大臣菅義偉は NHK 会長橋本玄一に対し NHK ワールドラジオ日本において北朝鮮の日本人拉致被害者へ向けた放送をするよう命令がなされた。これらは NHK の独立性を損なうものだとしてジャーナリストや学者が反対の声を上げ、 党の NHK 自身も困惑しているという報道がされた。これに対し当時の日本国政府自民党は命令という言葉が問題という見解から放送法を改正し他の文言に見直すよう検討する考えを示した。2008年に命令は要請と改正され2011年には放送法の全面改正により第65条に規定されるものとなった。 2018年4月から名称を NHK ワールドジャパンに変更した。ラジオ放送。短波が受信できるラジオ受信機で受信可能。また、NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムのテレビ放送で使用されている海外衛星を用いたデジタルラジオでも終日ノンスクランブルで放送を行っている。短波の場合、 日本国内でも時間帯や周波数、地域によっては受信可能であるが、家電量販店で一般に売られている日系ラジオ社周波数のみ、受信可能なタンパチューナーを搭載したラジオでは受信不可であり、ソニーパナソニックが市販している国際ラジオや海外メーカーのタンパラジオを入手する必要がある。かつては日本語、英語を中心に22個と語で放送されていたが、 テレビ国際放送への移行、衛星デジタルラジオの放送開始、インターネット普及により、単波での放送は、長期的に縮小傾向にある。在外日本人向けの日本語番組は、ニュース、海外安全情報、周波数案内と独自制作は国ずかで残りの、すべては、日本国内向けのラジオ第一放送ニュースと、英語、中国語、朝鮮語の情報番組については、 ラジオ第2放送で同時あるいは時差放送が行われている。海外衛星放送受信装置でのチャンネル名では、ラジオ 1&2、ラジオ 3&4、ラジオ5として表示されている。以前は、放送時間の9割強が、ラジオ第1放送で占めていることにちなんでか、ラジオ01として表示されていた。また、それ以前には、オーディオ4ラジオとして表示されていた。 テレビ放送でパルと HD の方式で放送する。2009年12月6日 JST まで日本国内の標準テレビジョン放送と同じ NTSC もあった。通信衛星インテルサット3機のトランスポンダを用いて放送しており、一条エリア外となるアラスカカナダロシアスカンディナビア諸国、グリーンランド、北極圏などを除いた。 地球上の大半の地域で直接受信が可能である。ノンスクランブル放送であり、対応チューナーとパラボラアンテナで受信可能。主に、日本国外在住の外国人を対象としている。開局当初は NHK 総合、BS1 などを中心としたニュース、情報番組を中心に編成し、独自制作で英語によるニュースを放送していた。2009年2月2日から、英語放送、 完全自主編成となっている。これにより、在外法人向けの国内向け番組の放送は、英語放送化される一部番組を除き、NHK ワールドプレミアムに一本化された。これまで、NHK ワールド TV で放送されていた、日本語によるニュース、情報番組については、NHK ワールドプレミアムを一部のスクランブル、放送化することで対応している。 NHK の国内向け、海外向けのテレビラジオ放送の全チャンネルを通じて、スポーツ中継の放送が一切組まれていない。国内在留外国人からの要望が多いことから、2011年4月1日より、国内の一部ケーブルテレビにおいて、再送信を開始した。また、パソコンでは2009年2月より、インターネット配信も行われており、海外、および、 日本国内でも一部番組をストリーミング再生で視聴が可能になっている。インターネットでは中国語のテレビ放送 NHK 過ご司会を2019年1月に開始した。NHK ワールドプレミアムはケーブルテレビや衛星放送向けのテレビ番組の配信を行っているサービスの名称。番組の創出は NHK 本体で行うが運営は NHK ワールド TV と同様日本国際放送が担当している。2010年3月31日までは NHK グローバルメディアサービスが担当していた。日本国内の標準テレビジョン放送と同じ NTSC でなされ、主に海外に滞在している在外日本人と海外旅行で現地を訪れている日本人向けに、 日本国内向け放送のニュースや情報番組のほか日本国内向けの総合テレビ、教育テレビ BS1BS BS プレミアムで放送される、娯楽、ドラマ、スポーツ、中継等の中から、主な人気番組を、日本国内向けの総合テレビ BS プレミアム並みに、混合した総合編成で配信する。英語放送となってしまった NHK ワールド TV とは、対照的に、 国内向け放送番組の配信という性格上、24時間日本語の放送である。1998年の開始から10年近く、終日スクランブルがかけられ送信されていたが、2008年9月29日午前5時の番組から、主に NHK ニュース7情報番組の時間帯を中心に、1日5時間程度がノンスクランブルとなっている。スクランブル解除により、 当該時間帯は直接受信により、市販の海外衛星チューナーで視聴が可能になる。その時の番組編成や緊急報道などにより、時間帯は異なるが、政治関連報道、緊急報道、日本国内外における地震で広範囲に、津波の可能性がある情報など重大なニュースがあった場合は、ノンスクランブル時間帯が通常より増えることもある。逆に祝日や、 年末年始の特集番組などでニュースの放送時間が短縮される場合はノンスクランブル時間帯が通常よりも少なくなり1日で1から2時間程度になる時もあるスクランブル解除は決められた時間ではなく番組単位で行うためノンスクランブル放送枠の終了時間が過ぎても番組が続いている場合はその番組が終了するまではスクランブル解除のまま放送を続け 途中で、突然、スクランブル配信に戻ることはない。逆に通常番組のスクランブル配信時に、臨時ニュースが発生した場合は急遽、ノンスクランブル放送に切り替わることはある。次番組にニュースがある場合はニュースが終了するまで、ノンスクランブルのまま放送される。スクランブルノンスクランブルの切り替えは、基本的に、次番組開始の3秒前に行うので、ノンスクランブル放送終了時には、 最後の数秒の部分で映像、音声が途切れることになる。時刻変更の時は番組終了と同時に切り替えになることも稀にある。ニュース、情報番組以外にも NHK のドジマンなどごく一部の娯楽番組もノンスクランブルで視聴可能となり NHK ワールド TV の放送同様無料かつ特殊なチューナーなしで視聴できるようになった。これによって NHK ワールドプレミアムの一部のスクランブル化は、特に日本語しか理解できない層にとっては、在外日本人向けテレビ国際放送の位置づけにもなっている。これにより、サービス対象外の日本国内を含め、通常の衛星テレビチューナーによって NHK ワールド TV を直接受信していた世帯でもノンスクランブル枠では NHK ワールドプレミアムが視聴可能となった。 番組の内容については、日本国内では配信サービスの対象外となるため、ノンスクランブルで視聴可能な時間帯に直接受信する場合を除いて、視聴は一切不可であるが、国内テレビ全般及び同時ネット配信を視聴、可能ならば、ワールドプレミアムまで視聴する意味は皆無で、主に首都圏のローカルニュースや地域情報番組及び、国際放送局独自制作番組を、 保管視聴する目的として、また、地域によっては、地域情報番組の関係で未放送、または遅れ、放送となる番組を保管視聴する目的として利用する程度である。なぜなら、ワールドプレミアムの番組内容は、戦術のように国内向け放送である、地上波及び BS2 波で放送されているものとほぼ同じだからである。それでも日本国内で、 ワールドプレミアムのノンスクランブル放送を受信して視聴している世帯ではかつての衛星第二テレビの難視聴対策放送があった時の名残が見られる。編成上異なるところは首都圏のローカルニュースの一部や各地方放送局の地域情報番組の一部、日本語版のワールドウェザーの一部や独自の番組案内の一部が放送されないという程度である。 2010年3月から2015年3月まで実施された日本国内での地上デジタル放送難視聴対策及び移行放送用として BS での地デジ難視対策衛星放送2020年3月から同時ネット配信の NHK プラスによる NHK 首都圏広域放送と比べればやはり首都圏以外の各地方放送局の地域情報番組の一部日本語版 ワールドウェザーの一部、裏送り番組、そして独自の番組案内の一部が放送されないと言った程度である。また、音声も日本国内で行われている、ステレオ放送や副音声解説放送のある番組でも海外に向けた放送、配信では全てモノラル音声となっており、日本国内で行われている、字幕放送のある番組でも、本チャンネルでは一切行っていない。 当然、スクランブル時間帯は、日本国内外を問わず、一般視聴者による直接受信による視聴は、不可能。従ってこのスクランブルでの番組を視聴するには、日本国外において、配信契約している CATV や衛星放送局に加入して視聴するか、あるいは配信契約し直接受信しているホテルや事業所などで視聴するかに限られる。 もちろんスクランブル波を直接受信するにしても、一般の衛星テレビチューナーではなく、NHK ワールドプレミアムのスクランブルが、デコード可能な特殊なチューナーが必要である。なお、当該チューナーは、NHK ワールド TV や NHK ワールドラジオ日本の衛星ラジオも含め、他の多くの海外衛星放送も受信可能なものとなる。なお、北米では、 NHK コスモメディアアメリカがテレビジャパンヨーロッパではジャパンサテライト TV リミテッドが JSTV としてそれぞれワールド TV 及びワールドプレミアムに一部民放の番組を合わせた番組を放送している。NHK ワールドプレミアムが開局する前までは海外の CATV 衛星放送局では NHKBS1、NH BS2 BS を再送信していた。 日本国内で流れる NHK ニュース速報や NHK 地震情報などといった速報テロップは一切表示していないが臨時ニュースがあった場合は随時放送している。緊急地震速報についても日本国内で運用開始した2007年10月以降も海外向けの放送ではテロップ表示はしない。ただし国内向け放送のニュース番組を同時放送している。 時に緊急地震速報が発生した場合は、スタジオのキャスターがそのまま内容を伝える場合がある。また、NHK ワールド TV では、英語字幕のティッカー表示で伝える場合もある。日本国内で、震度5強以上の地震が発生した場合、津波警報、津波注意報が発令された場合は、NHK ワールドプレミアムでは国内向け放送の、 全チャンネルと共に通常番組を中断し、日本国内と同時に、地震関連、津波関連のニュースが放送される。なお、日本国内向けの放送で出される津波警報、津波注意報の発表範囲の地図テロップは、NHK ワールドでは一切表示されていない。また、海外でも津波の可能性がある地震が発生した場合、国際放送専用スタジオから、 臨時ニュースを放送することがある。なお、NHK ワールド TV では、日本国内で、震度5強以上の地震が発生した場合でも、英語字幕のティッカー表示程度にして、通常放送が続けられる。以前は国内向け放送のニュースを別番組に差し替える場合もあった。総合テレビの定時ニュース、NHK ニュースおはよう日本、列島ニュース、ニュースシブ5時、 NHK ニュース7、ニュースウォッチ9、週刊丸分かり、ニュースと BS1 の NHKBS ニュースなどを原則日本国内と日本標準時で同時放送している。その他、BS1 の国際報道20なども同日時差放送を行っている。同時、時差放送は総合テレビがメインで BS1 のニュース番組では日本時間の深夜時間帯や 編成の都合上、総合テレビの同時放送、自差放送が行えない時に放送される。これまでは終日スクランブル配信となっていたが、2008年9月29日より、総合テレビのニュース、情報番組が一部番組を除き、ノンスクランブルで視聴できるようになっている。なお、スクランブル配信の時間帯でも、放送時間帯が大幅に拡大するなど、 通常放送時間外でも災害、地震、政局、皇室関連で特設ニュースがあった場合は通常番組の途中であっても臨時にノンスクランブル放送が行われる。これは通常スクランブル配信となっているニュース番組に限らず時差放送が多くなるオリンピック期間中であっても適用される。国内放送の編成に合わせて放送しているため 時差放送や別番組差し替えになるなど放送時間の変更などによる対応はその時々の判断に委ねることが多い。特にオリンピックや FIFA ワールドカップ期間中は放送権の都合で競技映像が多く入っている部分などが放送できないため放送内容の差し替えが多発する。競技のニュース素材がそのまま放送されると他国の独占放送権を持つ放送局などへの 侵害にもつながるため、国際放送での放送が禁じられている。この際、通常はお断り、画面を表示する。お断り、画面の表示は、一部の海外のスポーツニュース、映画の話題、その他 NHK 以外の権利者から提供を受けた素材が放送されるたびに行われるため、ほとんどの提示ニュースでその部分をカットした上での自差放送となり、 NHK ワールド独自でオリンピックハイライトが放送される。この独自放送の放送時間は5から10分間となっており、ここでは日本人選手の結果と今後の競技日程を中心に伝えている。また、競技映像が IOC が定めた一定時間の条件付きで放送される。2 0 0年トリの大会まではワールド TV、ワールドプレミアムの双方で放送していたが、 2008年北京大会以降はワールドプレミアムのみでの放送となる。パラリンピックでも放送権上の制約はあるものの、競技のニュース素材の国内同時放送は可能。2010FIFA ワールドカップについては NHK ニュースおはよう日本のみ開催期間のうち6月11日から30日までは1時間遅れの実写放送。他の番組では主に 日本代表が出場する試合の当日と翌日の一部番組が時差放送、または全面休止となる他は、通常通り国内同時放送を行い、放送できない部分は蓋かぶせて対応を取る。稀ではあるが、オリンピックや FIFA フフワールドカップ期間中以外でも、特集番組など編成上の関係で数分中、数分遅れの時差放送となる場合もある。過去には、 NHK 文字ニュースも放送されていた。また、2009年3月までは、国際放送独自制作によるテレビ版の海外安全情報も放送していた。ワールドプレミアムやテレビジャパン JSTV では、日本国内の番組を国際放送で放送する際、NHK 以外の放送機関、権利団体から提供を受けた放送権、肖像権などの条件を、 クリアしていない映像が特別な許可を受けない限り、そのまま放送されると、他国の放送機関などへの侵害にもつながる可能性があるため、NHK の判断で放送しない措置が講じられる。これは、スポーツに限らず、文化、宗教、政治的な理由などで、海外向けの放送にふさわしくない内容がある、場合でも被せ放送が行われることがある。 NHK ワールド TV では完全独自編成となっており、海外での放送を前提に映像を使用するようになっているのでごく一部の国内向け放送番組の自差放送を除き、かぶせ放送はない。NHK の国内放送に関しては、同一法人で事業を行っているため、かぶせ放送はないが、2020年3月以降の地上波インターネット常時同時。 見逃し配信サービスの NHK プラスでは配信に関する権利が確保できていない映像についてはかぶせ放送を行っている。しかしながらノンスクランブル状態で送信されている BS アナログ放送を海外で受信すれば NHK ワールドプレミアム等でかぶせ放送により見られない映像もそのまま見られるため BS アナログが受信できた東アジアでは無意味なものとなっていた。 日本の近隣諸国で BS アナログ放送を受信しているホテルや個人世帯は多く BS アナログ放送を受信するための受信機も販売されていた。韓国の新聞のテレビ欄では NHK ワールドプレミアムとともに BS1 と BS プレミアムの番組表も掲載されていた。しかし BS アナログ放送は2011年7月24日に終了しており BS デジタル放送でも日本国外へのスピルオーバーが制限されている上、視聴の際に必要な B、CAS カードも BS コンディショナルアクセスシステムズ使用許諾約館の第8条第3項の規定により、日本国外への持ち出しが一切禁止されている。しかしながらアナログ放送が終了してからも NHKBS1 と NHKBS プレミアムを受信しているホテルや、 個人は、近隣諸国を中心に多数存在しており、北朝鮮に渡ったヨドゴーグループも主張している。大韓民国では、韓国放送公社など韓国のテレビニュースではなく、日本の NHKBS で放送されている、英語ニュースで情報を入手している視聴者もいるという。中華人民共和国では、2010年に中国国内でのノーベル平和賞授与決定のニュースを、放映中に、 中国当局によるかぶせ放送が行われた。これにより、画面が真っ暗な状態が数秒間続いたほか、2014年の64天安門事件25周年関連の放送も遮断されており、中国共産党にとって不利な放送と判断された場合は予告なしに遮断される。お断り、画面国内と同時放送のニュースや一般番組は内容によって、 放送券の都合によりご覧いただけません。2009年4月以降は、放送券上の制約のため海外では、ご覧いただけませんご了承くださいという、お断り画面が表示される。静止側以前はその季節に合わせたものを使用していたが、現在は16、9サイズで作成した NHK ワールドオリジナルデザインのものを使用している。時には、選手や俳優など、 人物の静止画像やサッカーに関係した内容ではサッカー関係の静止画が入るなどその放送内容に合わせた静止画が入る場合もありお断り画面の種類は多数ある人物の氏名や施設名の字幕スーパーも静止画像に挿入することがあるが表示されないケースがほとんどであるなお人物の静止画像挿入は2007年2月初旬頃までは 断り書きが全くなく、静止画像のみの表示になっていたが、それ以降は、画面下に、放送検証の制約のため海外では、ご覧いただけませんご了承くださいという文字を加えて、人物の静止画像を挿入している。差し替え画面の切り替えは、局側の判断に委ねられている。現在は、NHK ワールドオリジナルデザインをはじめとする、絵画のイラストよりも、 人物の静止画に差し替えることが比較的に多い。この対応は VTR 中の全画面であってもスタジオ内のスクリーンに映し出される映像に小画面もしくは合成画面で放送できない映像がある場合であっても原則差し替えとなる。稀に国内向け放送が静止画で表示されているにもかかわらず差し替えとなるケースもある。放送できない時間が数分に及ぶ場合は 静止画の蓋かぶせの代わりに映像散歩の一部を使用したフィラー映像をその該当項目が終わるまで差し替えられその上で放送券の都合によりご覧いただけませんまたは放送券の制約上ご覧いただけませんというテロップを表示しているがさらに時間が長ければ海外安全情報も合わせて放送される場合もあるかつては NHK ワールド独自のフィラー映像に ウェブサイトの URI 表示があった。実際放送オリンピックや FIFA ワールドカップは、権利映像が多く含まれていて、カットする部分が多く、国際放送ではこれらの競技映像のニュース素材が、そのまま放送されると、他国の独占放送権を持っている、放送機関などへ侵害にもつながるためこれらの競技映像のニュース素材の放送が一切行えない。そのため、 オリンピック期間中は、ほとんどのニュース番組で、同時放送は行われず、日本国内での放送から30分から2時間遅れでの時差放送となり、本来の同時放送枠は NHK ワールド単独で実差放送を行う上、NHK ワールド独自で5分間のオリンピック関連の情報を放送する。一方、 FIFA ワールドカップ期間中は日本代表が出場する試合の前日と当日の一部番組で自差放送があるほかは通常通り国内同時放送を行う。ただしオリンピックや FIFA ワールドカップ期間中でも関連のニュースを扱わない場合や災害などの重大なニュースが発生した場合は国内同時放送となる。なお、アジア競技大会に関しては放送権の問題に 支障がないため競技映像のニュース素材は一定期間の条件付けでそのまま放送されるが、一定期間を過ぎた内容、または過去の競技映像はすべてお断り、画面を表示している。パラリンピックに関しては放送権上の制約はある。ものの一定期間の条件付けではあるが、競技映像の国内同時放送は可能となっている。自差放送では、 部分的にカットして放送されるため、お断り画面などは表示されない。ただし、一部の時差放送番組ではカットせず、取って出しの形式で放送されるため、お断り画面が表示されることがある。国際放送独自番組では放送できない映像は、元から一切使用しないため、お断り画面は一切出していない。一方、NHK ワールドラジオ日本のニュースは、 オリンピック期間中であってもラジオ第1放送単独の中継及びジャパンコンソーシアムによるテレビ中継の実況音源も含めて一切差し替えなしでそのまま同時放送される。NHK は2020年9月に発表した NHK インターネット活用業務実施基準の改定案において本放送の常時同時配信、見逃し番組配信サービスを2021年度から 開始する方針であることを明らかにした。主に、ノンスクランブルで視聴できるようになっているニュース、情報番組の一部を NHK ワールドジャパンのサイト上において配信する。このサービスは2021年4月19日から開始し、開始時点では NHK ニュース7の同時配信と NHK ニュースおはよう、日本の見逃し配信、同年9月27日から、 列島ニュースの同時配信、見逃し配信と、クローズアップ現代セレクションの見逃し配信を行っている。なお、日本国内においてはすでに類似サービスである NHK プラスが行われていることや、受信料制度との整合性の観点から、提供対象地域を日本国外に限定している。NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムは、 海外向けの放送であるため日本国内での受信は想定されず、日本国内では受信対象外になっている。NHK ワールド TV の公式サイトでは日本における受信方法は掲載せず、日本語ページで日本国内で NHK を見たいのボタンには NHK オンライントップページへのリンクが講じられている。それでも日本国内に電波は届いているため、 視聴は可能である。2つのテレビと NHK ワールドラジオ日本の受信方法は共通であり、以下に記す衛星放送からの直接受信である。通信衛星放送受信用のデジタルチューナーと C バンドに対応した直径2メートルから6メートル程度の大型パラボラアンテナ LNB が必要。通信衛星インテルサットを用いているため、放送波が日本における 衛星放送、110度 CS デジタル放送、スカバーとは全く異なる。日本で受信する場合、海外メーカー製品を専門業者を通じて入手することとなる。チューナーとアンテナのセッティングが完了すれば、日本での衛星放送と同様にチューナーをテレビの RCA 端子に接続することで視聴が可能となる。NHK ワールドラジオ日本と比べ、 家電量販店では売られていない特殊な機材を要するので初期投資が高い。また、日本国外でも受信している世帯は他の海外放送局に比べても少ない。総務省は NHK ワールド TV を日本国内でも視聴できるように放送法の一部改正を検討していることが2010年1月に明らかになった。これが実現すれば日本国内でも公式に NHK ワールド TV を受信、視聴できるようになるほか、主に外国人加入者の多いケーブルテレビ局が NHK ワールド TV を再送信することも可能となる。実際に2009年2月の NHK ワールド TV の完全英語放送開始時には、日本国内の多数の視聴者や中日大使館からも問い合わせあり、 NHK でも日本国内での公式受信や視聴を望んでいたことでもあったため、2010年1月の定例会長記者会見の中で、法改正検討を歓迎する旨のコメントを発表している。2011年4月1日より、研究学園都市、コミュニティケーブルサービスにおいて、正式に再送信を開始し、以降、一部のケーブルテレビ局及び、光 TV において、 再送信を行っている。また、日本国内のホテルや旅館でも、本チャンネルの再送信を行っている宿泊施設も、ある。2015年10月からは、Amazon Fire TV や Apple TV、2019年1月からは、ロ o c k といったテレビ接続型デバイスでも専用アプリを、通して NHK ワールド TV の視聴ができるようになった。 また、クロームキャストにも対応していることを Google が公表している。ただし、日本国内でテレビを視聴する世帯について、国内地上波、あるいは衛星放送の受信契約が必要であることは言うまでもないが、もともと海外向けのテレビ国際放送は、日本での受信を想定せず、受信料も想定していないため、日本国内で NHK ワールド TV 及び NHK ワールド、 プレミアムのノンスクランブル放送を視聴することを理由とした追加分の受信料は発生しない。つまり、日本国内では NHK ワールド TV 及び NHK ワールドプレミアムのノンスクランブル放送を受信していても、地上契約、衛星契約、特別契約といった現行の受信料額の支払いのまま変わらない。チャンネルスキャンの際、1080、60i イングリッシュ。 625イングリッシュ、English, 1080、60i ジャパニーズ、625ジャパニーズと表示されていれば NHK ワールド TV が受信できていることになる。以前は NTSC ジャパニーズ、パルジャパニーズ、NTSC イングリッシュ、パルイングリッシュが表示されていた。NHK ワールドプレミアムのみ、韓国や台湾や中国のケーブルテレビ、CS 衛星放送、 インターネットテレビでも放送されており、これに保管されるように、日本の民放の番組を放送しているチャンネルが別に存在する。韓国や台湾において NHK ワールドプレミアムの視聴が可能となっている。テレビを備えた宿泊施設が非常に多くなっている。これは、当該地域において NHK のアナログ BS 放送を受信していた時の名残である。 NHK スタジオパーク内の NHK ワールド紹介のコーナーにて本放送の様子を見ることができる。その他、成田国際空港の制限区域内や東京国際空港国際線出発フロアのモニターでも NHK ワールド TV の受信映像を公開している。2019年5月10日より JR 京都駅春加号発着ホームに設置されているモニターで NHK ワールドジャパンの放映を開始、同年11月まで施行する。ありがとうございます。